立憲民主党小西ひろゆ国会で発表し、怒鳴り散らす。本日、立憲民主党の小西さんが、国会において、このような発言をしてしまいました。今ような、こんな重要な問題を発言するんじゃないですよ、副大臣は。副大臣としての認識が足りないんですよ。あの、今、五回六回。6回このようになっておりまして。まあ、こちら。イスラエル問題に関連して、小西さんが発表されておられましたが。まあ、小西さんのこういった恫喝。今回が初めてではなく。 まあこのような恫喝は、例えば国会の外であれば、直ちに暴行罪が成立する恐れがあるほど、ひどいものになってしまっておりますので、小西さん、最低限、社会人として、また国会議員として、必要な品位は、保っていただくように、お願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、 ありがとうございました。